はい、ローラーアイロンの扱い説明いたします。まずモータースイッチオンします。そしてヒータースイッチオンにします。そしてスピードは2と4の間です。そしてサーモスタット温度は300度、300度までは上がりません。だいたい125度ぐらいです。そしてこのランプが消えれば使えます。はい、消えました。約30分ほどかかります。そして、生地を下に、芯を上に置いて滑らします。はい、こうやってつきます。そして終わる時は、このタイマーをいっぱいに、回して、そしてスイッチを切ってください。以上です。